水陸両用車とは第二次世界大戦中にトヨタ自動車工業で生産された大日本帝国陸軍の水陸両用輸送車両である。日本陸軍での一貫故障は「スキ車」。本社は1943年に収益した。日本陸軍では日中戦争の戦訓から小川の大一系では水陸両用輸送ができるトラックがいることを理解していたが、費用や 生産の手間などから開発は後回しとされていた。1942年、ガダルカナル島での戦闘において、日本軍は海岸に補給物資を揚陸したものの、これらを内陸へ運ぶトラックなどは数が限られていた。そこで十分な輸送のめどが立たないまま浜辺に残地されていた物資を連合国軍艦艇が攻撃、食料や弾薬が全て破壊された。 こうしたことから、沖合の輸送艦や、貨物船から内陸の物資集積所に直接物資を送り込めるトラックが必要となった。また、水陸両用トラックがあれば、大河に面しても公平による、軍郷や手芸角橋の支援が不必要となることが期待できた。月車は、貨物2トンを積載する四輪駆動の水陸両用トラックである。開発製造はかねてから四輪駆動車を、 研究開発していたトヨタ自動車工業が行った。本社の元となった車両は戦時型のクシー型トラックである。原型となるこのトラックは1943年6月に試作が終了していたが、生産は4台で打ち切られていた。本社は後半製でボート形状に成形された車体を持ち、後輪駆動、または四輪駆動のどちらかで運転することができた。 機関部と底面は防水カバーされ、全部の左右に水切りが設けられている。タイヤにはフェンダーなどは付いていない。米軍の作成書類では、水上高掃時には4輪とも動力から切り離して、車体後部のスクリュープロペラを駆動させたが、その際、前輪を走行させることでこの舵を持たない車両は、左右旋回ができたと推測している。車体は防水が施され、 自動車用としては破格の厚さである約5ミリメートル厚の後半で作られていたが走行車両ではなく輸送用として設計されているため小銃などの銃撃に耐えるものではないと判定された。また車両後部にはヒンジで開くドアが設けられておりここから貨物を積み下ろしすることができた。対戦中、スキッシャは南方の島々で日本陸軍により運用された。 1943年11月から1944年8月まで、トヨタにより198台が生産されている。ありがとうございます。